ありがとう。お疲れ様です。忍者ってさ、なんでサービスエリアで働いてるんだろうね。確かに考えたこともありませんでした。先の大戦後、高度経済成長に伴う道路などのインフラ整備事業に忍者たちを派遣。おお、どうしたどうした。そして忍者はその功績を認められ、サービスエリアを任されるようになった。またそれは里ごとの分割統治を意味し、忍者同士が争わぬ平和維持システムとしても機能している。サービスエリアと忍者にそんな歴史があったんですね。というのはただのこじつけである。は？実のところゲーム展開とかないやらでサービスエリアを奪い合うみたいな構想があって。やめろやめろ。それ以上は私たちが消されます。あれ、結局どうなってるんですか。